1959年のジャイアンツ投手陣。藤田元氏27勝11敗、防御率 1.83。 最多勝を獲得した藤田は MVP にも選ばれました。安原達義12勝8敗、防御率 2.69。 伊藤義明7勝9敗、防御率 2.98。 吉原武俊10勝4敗、防御率 1.83。 別所武彦7勝7敗、防御率 2.86。 堀内翔8勝3敗、防御率 1.95。この年のジャイアンツは77勝48敗5分けでリーグ優勝しますが、日本シリーズでは南海に4連敗し敗れました。